We'll be right back.
ちょっとスティックカチャカチャラウンジまたやろう。スティックカチャカチャラウンジどう？うるせえ。れ意外とスティックカチャカチャ多い方がいいっていう衝撃の事実が。看護さんがいじるからカチャカチャされると困ります。大人ないだろうけど。いや、入るの？あれねじってるときの音入る？いや、入んないよ。入んないよね、さすがに。倒しきらないから。当てないからね、そこに。ああ、感じで。あ、トーマくんだ。来た来た来た。来ちゃー。実写配信来ちゃー。出た。おっすおっす。そうっす。暗すぎ、笑った。暗すぎやろ。マスクつけてますよ。マスクは大事。相方は三日月の舞です。おお。タグ M って言われた。名前何でいい？山本さん今、なんか15みたいなか。あれ何なの？あれは卓球のラバーであるんですよ。V15 っていう。名前 M、ミゲルにしよう。負けです。てか、松さんはいつまでミゲルなの？本当に変えないといけない。変えるか、じゃあ。変えた方がいい。あ、いいえ。さっき、ティア、どこでやってたかわかんなかった。睡眠不足すぎるのもあるんですよ。いや、マジ最近不眠症。マジ。昼しか寝れない。夜寝れない。いや、別に不眠症じゃない。夜行性なだけだ。この模擬終わったら。だからバイトとかあると死ぬんよな。夜寝れないから。夜勤。いや、トーマくん、かっこいいなぁ、トーマくん。イェーイ。かっこいいよ。さすがといったとこ。インスタライブでもしようかな。おのわつが見れない、インスタライブ。俺見れん。アカウント作ってどうぞ。作れって。だって、作ったところでやらんもん。やってないで。最近インスタも上げてないな。もう俺もマリオカート引退かな。待つ引退って言ってんだこいつ。引退を頭によぎらせながら休止と思いきや割とやろうかなっていうね。はい。あった、いや、だけど相方に言ってない。引退キャンセルっていう最近の流行り。引退キャンセルダメじゃん。引退キャンセル、略して引キャン。そもそも発、じゃあそもそも発言すんなよ。松さんが一番嫌いなことじゃん。引退先。嘘をつくのが一番嫌い。いや、ウィザーついたらいいんじゃん、いいな。引退はしてない。あ、俺も引っ越すまで割り貸しませんって言っちゃった。いやー、いいな、トーマくん。ガタイがいい。あれに投げとくよかった。マジで。一生痩せないわ。体が痩せない。痩せるかと自信してる。
あ、俺ズズさんと同部屋じゃん。いや、ズズは強い。今5類でしょ。え、5類1なの、ズズさん。ズズさん、ズズさんの5類1は強いっすね。相方運勝ちやんけ。ガチが阿部92ありますけど。あれ、やってないだっけ。いやー、トモくんミュートした。ミグエル、もっと自分の声でかくしようかな。いや、ゲーム音下げるか。調べる。ふぅ、あーもう、下だが。下だができない。さあ、明日も仕事。もう、きっしょすぎ。こっちできっしょ。ダブル割れないっしょ。自分のダブルアイクちゃって。いや、トゲか。マジか。ほら、当たろうとしたらトゲ引くんで。2時3時、2周年記念。マジ？またグッズ？これか。あ、相方水素、これお前ね、さ、行こう。会話してる。よし、頑張るぞ。いやもうバックスな。ちょっと、もう無理だ、さすがに。楽しそうだ。いやもんな、サインあったやん。もうこんなことばっかやな。貯金溶けそう。溶けてるよ、さっき負けたから溶けてる。まだチーム6で再開だった。ああ、これチーム1なんだよな。いや、今の渋すぎ。スター持ってってたけど、箱さんに箱されるし。ここ低空出るとコイン取れるの、お得感ある。これ勝てねえな。そこ引かないと思ったし。
き残ってないかも。え、座れとるやばい。誰も座ないで。いやあれすぎ。こっちは楽しい。もう。暑いな。全く見えてない。ボケよ。今4と。すごい。すげえ。オッケー。おー、ナイス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 。スイカ。はい、キャビン、スタイリス。キッターダッシュ。相手はなさそうだ。ふぅ、小縄さん、はい、何してるの？今までの YouTube の概要欄編集してる出た、バメなやつね。いやもう、テレサキノコ、さこの人は何をしてんの、本当に。ロングラ中にキノコとの反対って。めっちゃ順位伸びたのに今。ごめん、キノさんぐらいやってもいいと思う。いけ、いやミスった耐えて耐えて、ナイス、入ったね。トーマくんがいなくなっちゃった。トーマくんが残念です。怖い、あいつ
リースターじゃない。この三発だ。ダメだ。途中か。まあ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 。まあまあまあ。ワンダーテンダー。どうもー。オンリーワンダー歌ってるつもりです。およくわかったら。よくわかったら。最近フレデリックにハマりすぎてた。ずっとフレデリックの曲聴いてる。あの、伝説の MV だから。あれで、ね、女の子誰も前に顔見えないやつで、ね。あれですごい、なんかもうマジであれだよな。いや、あの、宝島の息だからな。あ、そうだ。新宝島の息。タカナクションとやってること同じ。何してんだっけ？ダンゴさんは、こうなってる。ラウンジしてる。ああ。で、こうだった。僕は、はじめまして、松尾ですを見てる。何それ ?YouTube?YouTube。YouTube? あれや、要は、自分で作ったアニメ。あれみたいな感じや。パパゲとか、ああいうね。ああ、それ。ああいう系統のやつ。ええー。今、パパゲにハマりすぎてさ。うん。俺今日あれだって、河川と、あやかちゃんの三者面談見てた、今。ああ、今でかい。昼見てた。そうそうそう。かわいいなぁと思った、赤ちゃんかわいいから。なんか私も、あら、失礼しました。あ、おじさん来た。はい、どうもはい、おじさん。おじじ。おじじ。おじじは違うよ。河川の、あの、なんでいけ。グリーンバッグ届いた時の箱、これ、おじじの背骨です。その後、自分でその配信見て、俺、怖いものなさすぎるだろうな。何言ってんの、俺。何おじじの背骨って何しようかな、何しようかな、何しようかな、ふいこっから帰ってきた。あ、いました。ん
コンビニ行ったの？サンドイッチ食べてた。もう食べた。おしゃれなことするなよ。サンドイッチはおしゃれすぎだろ。300円ぐらい。なぜあれ。コンビニのサンドイッチ高すぎな、マジ。コンビニサンドイッチはガチで高い。で、高いけど、まあまああるんだよ。でもカツサンド辛いってないとどうしてもいいんだよな。カツサンドとかってあれ全面しか入ってないからさ、後ろまで入ってないからさ。そう詐欺だからあれ。マジで開いてみたら本当にあの見た目が見えよく見えるようになってた。意外とさ、なんか卵だけのさサンドイッチとか結構うまいよ、ね。ああるね。一回食ったあのなんかマジで出汁効いてる卵のサンドイッチ食ったんだけどめっちゃうまかった。どうだったの？ファミマかな？えってローソンにさ。だし巻き卵のさ、おにぎりあると知ってる。うちらしたらわかるよ。だし巻き卵の？そう。もちろん。おにぎりにさ、だし巻き卵を刺さってんだよ。新しいやつです。結構前から、めっちゃ好きなんだけどさ、よく食べて。バイト終わりにさ、毎回食べて。毎回って、たまに見つけたら食べて。美味しいんじゃない？行こうかな、ちょっと。今日セブン入れ行ったらあれだ、なんか新商品でなんか、そば飯おにぎりみたいなやつ。もう、狭いやん、そっか。美味しかったよ、そば飯。135円で。まあ、そんくらいな、ギリ。最近食べねえ、なんか。前までさ、なんだっけ、オムライスみたいなおにぎりあったの。あったね、あれね、なんか卵がなんか全面に出てるやつ、ね。あ、そうそう、で、後ろ、チキンライスっていうか、ね、そう。ケチャップライス。俺さ、あれを一生さ、昼に食ってねえやんか、いう最近。俺、昼、おにぎり買うねんけどさ、あれと塩おにぎりと、ツナマヨ食うねんけどさ。は？お前、明太子食え。明太子一番目だろ。セブンのおにぎりで一番前の明太子だった。そう。でさ、いつも行ってるセブンで今日行ったらさ、今日の朝ごっそりなくなってて、そのオムライスのやつが。で、なんか、代わりにその、そば飯みたいなの入ってて、食ったらめっちゃうまかった。勝てんなぁ。どうぞ、寝ていい。ダメ。ほら、あやかちゃん1時間将棋やってないじゃんって。あと1時間。てか、なんで2時間もやってんのこの対談。いつも1時間だろ。河川のやつも1時間半あったのに。あやかちゃんが、孤独のグルメを、めっちゃ間違えた。孤独のグルメを、コロコログルメって言ってイラストめっちゃ可愛い。コロコログルメ、コロコログルメって言ってイラストがあんねんけど、めっちゃ可愛い。そんなんだ。なんかちゃん、マジでリズム。シングルです。あの二人デレデレしてるからね、いつも。ずっとしてる。まあまあ。去年のアマゾン配信見ててもさ、絶対に一回は俺の嫁がって言うから。バナナの話してるときに毎回うんちしたら俺の嫁がうんちどんなんだったって聞いてくるんですね。で、今日はバナナ型だよみたいな話するらしいけど、なんかポロポロしたうんち出たら今日は爪痕うんちだよって。しゃべるな、ほんとに。配信にする話じゃねえんだよ。爪痕って。マジで配信する話じゃない。なんかさ、ガムトークっていうさ、ガムがあってさ、内容が入ってるやつ？内容ってまあそうだよ、なんかその、お題みたいなやつが入ってるやつ？ネタみたいなやつがあってさ、河川それ引いてさ、全部ちゃんと話すっていう、しっかりけど話、ない、さすがにない、さすがにないって言い始めたら、結局話し始めるっていう、話すんかい。何喋ってたかな？深海魚の話と、バナナの話と、家計の話と、中学っていうか先生の話と、先生の話はなんかすごかったな。河川、中学野球部で、で、中学の時は全然音楽興味なかったけど、高校で、痛いってバカ、高校。吹奏楽部初めて稼いで、高校の時に吹奏楽部教えてもらって で、なんかその、なんかの集まり、その高校の先生のその吹奏楽部の先生の集まりみたいなのに行ったら、中学の時の音楽の先生いて、おお、なんでいるんだって言ったら、その高校の吹奏楽の顧問の教え子が、かつての中学の時の音楽の先生
5か、まあまあまあ。おさなかリア友かなんかじゃないけど、いっぱいおるで。全部俺の先輩やで。ほんまや。この人たち、ちょっと、旅行に行かれてるんでね。おさんは、だんごさんの、全然気づかんかったけど。マジそれやらないの、前も弱すぎだろ。これやんなって、カスが。きついよ。今、リア友と縄張りしてんだから。ね。なんならそれ、そのライン2は抜けてこっち来たわ。言ったんだけど、どんな話してるのかな。もうだって、そいつら一緒やってんの、だってさ、AK、もうそろそろやめようかなって言ってるからさ、粘土かと思ったらさ、夜食作ってくるわって言ったもん。まだやっとね。お前らもう3時間以上してるだろ、いや、寝ろや。いやまだやるのね。土産はなしだって言われた。壊れた、なんかマジで、動員してさ、死ぬほどゲームして、勉強したから、壊れたらしい。ミリターが。悔しいか、ゴリラの娘おるやん。ゴリムスった。ゴリムスおるやん。どうしよう。フリーフェイス。折り返し30、40行きたいな。愛車の決着の分からせっていう影ですけど。ありさな確定だ。リスナーだな、ちなみに。そうだよ。言わせて俺ら、ケツの穴やのにさ、もう、ケツ穴っていうあれが強すぎて、もうみんなケツ穴って言ってんの。ケツ穴かして。あげの果てにはケツ穴トレンド入りやから。ゲーム宣言、ケツ穴かして。ゲーム宣言が一番おもろいけど。新マリオサーキットは前って知ってましたか。FA 宣言じゃなくて。ゲーム宣言だから、アナルファック宣言だから。ダンゴさんの先輩、ダンゴさんの先輩方、こんばんは。いや、あれ、絡むな、お前ら。ダンゴさん、いつもお世話になっております、もう、本当に。うちのダンゴさん。絡むな、何してんの、今。ダメみたいな子が。なんか、ダンゴさん配信してんねんけど、コメ欄にダンゴさんの先輩が。おー、どうも。3人お世話になっております。絡むなって。うちのダンゴさん、本当お世話になっております、もう。岡崎から、こんにちは。この本当にもうダメな息子ね、本当に。本当に。やめてよ。これあれね、ママ友に紹介するときの。自分の息子を紹介するとき。やべえ、本当にダメねもうほら、ちゃんと説明できないとね、もう本当に。うちの息子は。あなたの子。オタクの子はいい。オタクの息子はいい。賢いですね。マジでお母さん、すぐ息子のこと蔑むから。基本的にあれか息子のことは下げすむけど、まあ他の息子のこと他の息子って変だな。おい他の息子みたいなか。それ息子じゃないよな。キノリってないよね。あもうダートカンだしお前押すなってもう。あなたさっきもここでダートカンってたよ。いやマジで押してくるやつが悪い。あのピンク色の楽炭タンメンみたいな。あ、ちょっとプリフェイスや。あーもうお前何してんの。よいしょやってんな。今ねやってくださいダゴさんの先輩方々。これがダゴさんの走りです。どうですどうですそいつ。俺より上手いんですよ多分それ。うるさいな。俺スプラトゥーンプレイヤーなんでちょっと分かんないんですけど俺のミスター。待ってスプラゼ黙ってもらって。マリカまだアスプラ出て1時間しかやってないんで、誰かのせいの1時間以外。ひどい。なさん、お前、マリオカートにハーフパイプが投入されるぞ。それ知ってるよ。昨日忍耐見てたもん、俺。お前知ってんのかよ。スプラしながら忍耐見てたの。カイキと、カイブーさんとネオさんと、パンジーとスプラしながら見てた。サンダ受けないラグ持ちカイブーさんで、ね。そう。あいつ壊れるから、最近なんかよく交流するの壊れてる。俺だけサンダー振ってないんだけど。え、それは違うよ。いや、あれ、マジあれはあれじゃん。それは柿やろ。え、それ柿やったっけ。怪物じゃん。え、あれでしょ。BB でしょ。あ、そう。あれは柿。ああ、怪物さん。大変失礼いたしました。怪物さんは最近あれ、びっくりしたら溶けなげちゃった。熱い溶けなげちゃった。面白
知らずやろ。まあウィックで漏れてんのか。え、でも今日団子さんもあれだったよ。俺1位つってるのに、なんか味方サンダー引いてるって言って、サンダー引いてて、3、2、1とかで団子トゲ投げ始めたから、団子さんって。なんかトゲいったな。あの、木のさん。あ、団子さん裏に無敵持ってるんだとか思ってけど、あいつで回避もしてました。あっちやんけ、お前。びっくりして投げてた。カウントしたら投げてた。あいつのカウント始まったからなんか投げちゃったゲームが。トゲ投げるカウントみたいになって。あまりに意味がわからん。いや、だって、意味が分からん。びっくりした。短期一度俺、トゲサンダー。まあ、カイシさんも、カイシさんも663年間やってて、そういうことあるから。マジで。びっくりしたら、トゲ投げるから。66経験は豊富なはずなのに。マジで豊富だよ、あいつ。3000時間くらいやってるでしょ、まあ、あのゲーム自体、666なんじゃ。絶対さ、そこ UMT まで止めなくていいんだよ。びっくりしてトゲ投げる、マジで好きなんだよな。びっくりしてトゲ投げるは、マジで面白い。俺が1位の時に、びっくりした。あ、トゲ投げちゃった。まあ、さここの勝ち方を教えてあげようか。あの3の1でスターを吐きながらショートカットすることなんだけど、そのスターを落としてしまった。じゃあ回避しないとダメか。いや落ちることがあるんですけど、その時はどうしたらいいんでしょう。いやそれはえ、それは君の甘えじゃない。ザコを黙ってるってことですね。甘え、それは決断なかったよ。ザコがよ、決断。あ、切られた。やったね。サンダーフレフレ、かぶれかぶれ。で、こっからスター使うとゴールまで伸びます。おい、こいつら抜けたって、ふざけんな。ちょっと、もうちょっと早めに入ってもよかった。相方はナイス。 I love you love 歌いたい愛してる。え、そうだ。ウェム寝よ。ウェム、あ、ウェム、ウェム、ウェム、はい、ダッチョードモツ。熱い、はい、クソガキの寝てどうぞ。まだだって044だよ。あー、マジでお昼、まだ0721。お昼、お昼、それはノーコメント。ID サムラ0811って言ってるから、それシャムやばいね、あの人。あの、てる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 。いや、入れねえよ。いや、松さん頑張って。ダゴさんの先輩、なんか返信してくれないから寝るわ。めんどくさ、お前。あおりに来たら嫌やから。誰彼女みたいなの出るの、お前。ほら、絡みに行くとそうなる。だそう。じゃあリアルでも団子呼びだから言わせ。そうなの？そう。やばいな。あ、なんか何でバレてるのお前。別に ゲーム名じゃないよ、これは。サークルで呼ぶ名前も。すごい。俺もお名前すゲーム名じゃない。え、でも俺塾でトトロって言われてるから。できない。おい、やめろよ、お前。トトロごっこするとき、じゃあお前トトロな。いじめや。生徒になしかも。ダメだってまーす。あ、いいけど。やれ。俺は高校生。あ、相方も。でもやれ。やれ。じゃあやれ。なおさらやれ。なおさら。今冷静になってけど、じゃあやれば。ほらやんないから。あ、相方か。ごめんなさい。いや、それ本当にやってた。気持ち、一曲投げんのかよ、お前。いや、お前やば。障害ムーブして楽しくて結局なんかだけど、いや、だって相方死んでた。相方かわいそうに。あれ、前に殺したなってる。前に殺した大先輩や、お前ガチの。いや、マジでこれは怒られる。いや、俺怒られる前に寝よう。いや、そのどういうこと。俺シーラで。野球ボール。おやすみなさい。大変申し訳ございません。殺すかお前。金を取ったんだ。トーマ君が先にお休みしてる。トーマ君、おはよう。おはよう。カンカンカン、おはよう、朝だよ。起きてー。ほら見て、外見て、めっちゃ朝。起きてー、カン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 。めっちゃ夜。
めっちゃ、めっちゃ太陽が西にあるよ。ほら、太陽下にある。まだない。太陽下にあるよ。V が寝落ちした時のリプにあるやつや、たまに。おはよう、カンカン、起きて、めっちゃさーって。何やろうかな、ちょ、誰かスプレやろ。誰もいないやん。買ってくれたらやん。買ってくれたら考えてやるわ。何ともに変わんたけど、死ねえ。怖っ。初動が寝る前に赤髪をちゃんと断る非国民見てから寝る。ああ、まあ、おやすみ。あれか、あれか。あれ。あれで非国民かー非国民二人いたそんでこいつは非国民レベル10やんって。なかなかない非国民2人と相対すること。テンポもいいし、1分ちょっと2分くらいしかないけど。暴力の先に平和があるならこの身を捧げますよ、つって。こいつのどこが非国民やねん着払いなんで。情報ケチすぎ。いや、明日には息子、竹槍持った兵が息子さん攻めに来ると思いますよ。言うやん。おかん、こいつ生きて返したあかんわ。あれよりも軍人志向やん。最近見た、俺も。前線でポテンシャル前線でポテンシャル発揮するタイプやどうです息子さん僕と一緒に普通にやるから演じて好きだから演じてエントリーパルパカリー寝るで寝るっつってんだろ寝るのやっぱ推しがひどいよなマジで周りの推しまずアイコン変えんなマジでプラス3ぐらいするまず青い彼岸花にしてあーもう、はい、待って待って普通に当た弾が当たんない。え、ガチ選ぶ。ガチ選ぶ。ほー。でもなんかさ、ヒガンバナなんかあれなってたでしょ。なんかヒガンバナってのはロマンか。韓国でってたでしょ。あー、もうちょっと。ミコリスリコイルにヒガンバナ口に加えてるのさ、あの、うん、アイキャッチ出てきてさ、あれ本番にやったら死ぬ。死ぬ。そう。あれ本番にやったら体調崩すねっていう病気になる。ヒガンバナ毒あるから。毒あるんだよね。ヒガンバナってロマンがなかったっけ。のせいか。ミドリスコイルでアイキャッチ口に加えてたんで、絶対やっちゃうね。なんでそういうのを加えさせるんだろう。なんでも日本人加えさせる。危ない危ない。日本人加えるの好きだから。チンポッと失礼リフ。お前 いくら飛び立ちんちで味おっと失礼。はいはい。おいマジでさ、おいなんさ本当にありえない。あいつめメンタルトンすげえな、あいつ。お前、一番本人が気にしてんだからさ。お前もそれでいじってくるな、その言い方。お前もあんまいじってくるな、いないとこで。何かあったの？なんか、わかんないけど。シャルと団子しか死んないんで。もう、なんだったの？シュ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 。ほらほら。もう。いや、この下にきついな。マジか、配達したかったか。きついね、確かにわかるね、それ。何で俺もきつい。こんだけキルもできずにただ鬼味方のお荷物になってるの。もうダメだ、終わりや。今めっちゃ味方のお荷物してる。お荷物担当してるこのゲーム。おいもう無理。いや練習するか。じゃない。は？は？おいおいおい。あ？おい俺ら裏切るのか。あひどい。俺があと少しで模擬終わるっていうのにそれすら待てないなんて。あと30秒でナーバルバトル終わるってのに。もうきついわ。トマくん、なんでひどいよ。もう無理無理無理、本当に無理。ダメだ、大先輩だ。大パイセン。あ、松さん、俺に SIN のサーバー権限ちょうだい。俺も欲しい。僕にください。俺も欲しい。俺も欲しい。俺もらったら、俺が、あの、取捨選択するから。メンバー子供する子供する。いやもうあげようか。サブリロールあげようか。すっきりさせる。ちょうだいちょうだい。松さん俺すっきりさせるから。俺そういう人の得意だよ。サブリロールってかあれか、別にリーダーロールあげれるわ。片付け得意だから。リーダーロールあげれんの。え、だってここの最上位ロール一期生ロールじゃないの。あ、そうだ。え、なんかリーダーロールが上に、サブリーダーロールが上に行ったんでしょ。あ、サブリが今一番。じゃあ俺サブリつけれねえ。一期生ロール俺もしかして権限強い。やってみるか。団子。二期生。団子さん飛ばしたらできないじゃん。できないよ。ないから。でもリーダーロールはつけれるよだから。オッケー。
リーダーロール多分なんもないけどな。何意味ない。リーダーロール権限全部だよ。意味ないやんけ。だから、あれだからね。マー君の名前変えれないから。そう、マー君、サーバーのニックネーム変えれないようになってる。そうなの？そう。仮にやるな。だからうんちなんだ。ずっと変え。ひど、俺とマーから変わってないけど、変える気ないな。変えろよ。新しい名前ないかな、なんかに。もうあの。からも名前変えれなくてれば、ああもう下手すぎ。ははは。面白いです。いやー耐えてる。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくる。とやらの力で。なるわけないか。歌い方がキモいって平井心で言われたんだよ。今のキモかったもんだって。あれ、なんかさ、鼻にかかる歌めっちゃ嫌いなんだよ。あらっきー。見て見て、これがラウンジの勝ち方。それはもこうだね、こいつ。なぁ、あやつは。あれならもう恐ろしい人だ。まあ、よく配信してるの、そんなの足りな。うん。あとでアーカイブ消すから。恥ずかしくないの。君を。アーカイブ見る人いないでしょ。俺は見るよ、みんなのアーカイブ。いない。俺もだって、俺自分の見ないもん。俺、交流選手あげないし、今日。ポリスがスプライトしかやれないし、ラウンジしないし。でもね、意外とあの団子さんの配信チラッとは見るみたいな人、サムネは毎回見るみたいな人意外といるから。あと配信チラッとは見るけどね、なんかコメントしないし、長くはいないけどやってるっていうのは認知するみたいな。さすがにアーカイブまでは見ないな。リオルさんのアーカイブほとんど見てる。やば。これ、コルク俺うまいから見る。コルクさんもいいんだよ、ね。コルクさんだってずっと喋ってるやん。めっちゃおもろいやん、あいつが。うん、見てないけど。見てないけど面白そうだもん、あいつ。リオルフリアよっぽど面白そう。なんか、あいつ自体が俺。見るよ。リオルがつまらんってよりは、コルクがたら面白そう。コルクはいいね。リオルさんは、走りがうまいからいいね。レイホー鉱山の素敵の強くね。俺さ、ねじれマンションのねじれマンションに変わる最強コースだと思ってるけど。お、じゃあ、これはいいよな。ただ、NI、でも NI できたら強くない？ NI 俺ちゃんとできるもんだって、8割ぐらいってことで。いやこれ最下位も落ちんのか。すぐな。いや最速出てないんだよ。あ、トゲ巻き込みに来んのうち。切れんな、お前。やってもしっかり。75点か。おお、待って。1位だよ。出てくんなか。何が抜けてんの。この人、ポイントなさすぎじゃね。見てはよかったのに。渋いな。おズズさん、ズズさん、ズズやれ。ズズさん、ちょ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 、これは、たぶん、ズズさん絶対この人、裏にキノコ持ってるから。うわぁ、こうして、もういっか、これで。ほら、どっかな。はい、ここで譲る。あなたとき。あぁ、もう FBA 聞いてないって、もうこれはさ、さすがにひどくない？あ、サンダー出てるし、落とされたら怒るぞ俺。どこで打つの？交換で打ちそうだけど。お
黒賀さんのお気に過ぎてる間に前はあいつの何かも遠くへ行ってしまっていた。ちょっと出る。これで6ですね。なんやかんや戻してる。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。やっぱバックナンバーめっちゃ良くない？バックナンバーもう聞いてないな。まあ、マジでなんか有名曲ってやつ。バーハッピーバースアップルパイしか聞かないよ。クリスマスソングこうやってるな。と言われてもこの半音めっちゃ好き。こんなこと言われても僕でもそう、もう有名な曲しか知らんの。花子さん、クリスマスソング。あとは何だ、ゆきさんなんだ。あとはな、ヒロインとかハッピーエンドとか。ヒロイン知らんの。ヒロインじゃんな。水平線とかね。水平線はまだ起動。水平線は光る朝に。ああ。動かない。まさきで一緒流れて嫌いになったわ。全然嫌い。ああ、もともと変なんか TikTok で自分が提供する曲になってるから嫌なんだよね。ああ、確かに。そういうイメージしかなかった。あ、でもだいぶ好きですね。ナンバーだった。最近アド嫌いになりそうだもんな。なんで？え、一生流れてるか。あと俺、いや、そうか、あとだね。ほら、ワンピース効果で3、4曲流れるじゃん。あそうだね。うざすぎる。でもワンピースが嫌いになるじゃん。なんだっけ？いや、アドだ。アドだ。あれ、スピンオフだから、セーフ。早くガチマやりたいな。ランク10が遠い。やればいいじゃん。そうなんいかない。できねえんだよ。ランク10じゃないけどできるけど。え、できんの？引き継いだからかね、わからんけど。ああ、なるほど。ちゃんとスクエラ2やってたん？ん？ 50 時間だけやってた。めっちゃやってた。やば。やってないだろ、50時間は。やってないから。普通に B だった。やってみたとき B だった。どげーん。うん、簡単に A はいけると思う。そうなの？負けないの？どんぐらい？ブロンズぐらい。A ってどれぐらいか知らん。また1位やっとる。これか。あんまり負けないし。最後1位を取って、ごまかしていくタイプ。これ意外といいんじゃない？いろいろ踏んでそうだけど。NEXT！ バカやるの？何やるの？できるけど、シャフト思われたくないんで、やらない。死ぬ死ぬ死ぬ。いや、バックナンバーいいんだよ。おぉ。トーマミー作りたい。作りなよ。ね、ちょっと、誰か。トーマミーってある？どうなの？ちょっと、これ今から、なんだっけ。覚えてるんだ。トーマくんのミーを作るわ。じゃあ、睡眠不足が立ってるからね。ちょっと、やばいやばい。死にそう。なんで寝るの？睡眠時間がやばい。